おはようございます。行徳のザリガニ YouTuber 文雄高野が今日も皆様に新年のご挨拶から始めたいと思います。今日は2023年1月1日元旦の朝です。今日一番お参りする神社のようなものですが、行徳は弁天公園の弁天様です。私の知恵と弁天様はですね、お金に不自由しない神様と言われています。あともう一つは知恵の神様ですね、はい、2023年1月1日元旦の朝、皆様に今年の新年のご挨拶と今年の抱負をお話ししたいと思います。昨年と同じですね、淡々としてやっていこうと思います。まず重要なことは、幸せな生活を維持するためのは健康ですので、私が毎朝やってます早朝連行太極拳は必ず続けること、起き際の30分のヨガも必ずやること、そして月に 1,2 回は空手の道場に通い、週 1,2 回浦安の海とかですね、ディズニーランドの周りのいい環境を自転車で突っ走る高野式高齢者向きトライアスロンですね、をやりたいと思います。健康のためにしっかりスポーツや武術を楽しむ、はい。もう一つはですね、まあ、私は作家であり研修講師であり、まあ、社会の教育とかですね、社会改革者を名乗っておりますが、今年もですね、作家として20-30冊の本を出していこうと思います。20-30冊ですね、研修講師としてはまあ、ズーム主体になると思いますが、頑張ってですね、改良した新しいセミナー、メインは7つあります。全部で17のプログラムを持ってますが、メインの7つのプログラムの研修講師としてしっかりやっていこうと思います。はい、仕事のことではですね、研修講師として、作家として、 YouTuber として、それなりのですね、勝負レイクをしたいなと思ってます。そのために皆さんぜひですね、この YouTube を見た方はぜひですね、視聴者登録をしていただきたいと思います。実はですね、1000人の視聴者登録がないとプロにはなれません。まだまさにアマチュアですので、どうぞ皆様ご協力お願いいたします。はい、どうか今年もよろしくお願いいたします。ハッピーニューイヤー。